重力の虹はトマス・ピンチョーンの長編小説。1973年を発表。多数のストーリーと百科全書的な知識が折り合わされた、壮大な作品。20世紀後半の英語圏文学の中で最も詳しく研究されている一冊である。重力の虹の舞台は第二次世界大戦末期から終戦直後にかけてのヨーロッパである。早くや動物。 電球等を含め300名を超える登場人物のうち中心となるのはアメリカ軍中タイローン、スロースロップ。行く先々で女と関係を持つスロースロップにはセックスした後に部位にロケットが落下するという秘密があった。その秘密を知る組織の面々はスロースロップを監視し様々な仮説を打ち立てる。スロースロップもまた自らと部位にの関係を追い求め ロンドンから大陸へ、連合軍占領地、ゾーンへと遍歴の旅を続ける。破壊と混沌と盗作のエロスに満ちたヨーロッパの荒イク、タイローン。パラノイアに陥った語り手が紡ぎ出す。そこは、西欧近代の地と産業と暴力を象徴的に体現するロケットのシステムであった。国書館公開版と新潮社版の二つの日本語訳がある。国書館公開版は、 観光時にバベル国際翻訳対象日本翻訳対象を受賞したが、後に絶版。ありがとうございます。